第1試合出場選手の入場です。ワッピーのチームは近畿エリアアミュージアム和歌山店代表ワッサイミー。続いて 2P のチームです。東京エリアゲームサファリ代表俺とお前とデイゴロー。はい、それでは両選手握手してください。はい、それでは始めます。ファイト。さあ、わしみチーム、わきが先鋒、わしみ。こちらは全国大会ベスト16以上で構成された、まあ文字通り関西最強に最も近い、さあ持田ミリア、全員一のミリアが見守っております。さあ対してズミガーマジのファースト。さあ先ほどファースト先生の正体を出してしまいましたが、さあ頑張ってこう。さあ両者の様子見からここで隕石リーチ。さあ隕石、さあ散髪、さあボルガーガードして、さあつながっている奥の目をチョコレート。さあ画面端のコンボに行きたいところだが、ちょっと遠すぎるか。さあペースは完全に街のペース。さあしかしワシのコンボ一発で分かりません。さあ立ち替え大会入りました。一本目、俺とお前と大五郎チーム、もう勝ちが出してます。さあこれボールがきっちりガードしてつないで、さあファーストベースか。さあここで球体と打ちと、さあワンフレー地上に戻して、さあ画面端に持ってきた。二塁ループ、まだ入る、まだ入って、さあ叩きつけ、読み合いは足払い。さあわしみ地上からの威嚇で、さあ一本取り返します。一時おっと、さあ爆弾邪魔、爆弾邪魔。さあ上に持ってって、まだ入る。さあわしの体力残り半分を切ってしまった。ガードが硬い。さあ守り重視のわしに対して、さあごしちゃんだと次の選択肢を考えているわしに、わし払い、いけば最初は払います。ここでチェルガード、バースト、またつないだ。さあ一人目、俺とお前と大五郎チーム、パチのファーストが真面目を破りました。さあ引き続いて中堅、腕は下級のアクセル。さあ大将には全一持田ミリアが残っております。さあ伊坂と梅原、そ
で待ち3人がかりで現在3対2捕まえて、おっこれバーストは読んでいる。さあパチが冴えてきているか。さあ非常に爆弾率がやたら高いパチ。さあこれでコンボが入って、さあワシミチーム、まだエンジンがかからないか。さあ関西チーム引き分けで戻しつられ、さあ画面端、読み合いは中段、読み合いは投げ、さあ画面端のコンボ2回目、お3回目、おっとここで抜ける。しかし投げて取られたすか、おっとの間からコンボ。さあ掛け馬取り返し1-1、若き勢いを取り戻せるか。何が出るかな、これは何が出るかな、中断中だ。さあ一回勝利で切り返すが、さあチョコが置いてある。何が出るかな、おっと上だ、どうなる。あーっとまた招待くん、この立ち系がうざすぎる。さあそして残す大将、大将来ました。全員チームをブラウンさんこの持ち並みや。さあストリートファイター3では兄の白いたちがベスト16で散ってしまいました。さあ兄のためにもここで3立てで優勝を飾りたいところ。違うガード、まだ、おっと、さあなんか珍しいスタイルのコンボ、中段が入って、さあ上からヤンガー体力6割、中段、さあミニアどうする、つないで、さあミニア500先方先手を取りました。おい何がだとして投げ入って上に持っていく、まだ入る。さあ沖攻めは高速下段、ここでバースト、さあ上に持っていく、さあループコンボ、そして固め重心中段、さあうざいタッチ、中段これバースト、中段一フィニッシュ。さあ持ち並みではようやく先方パチのファースを破りました。さあ持ち田の方からスタート先押ししてください。さあ続いて中堅出てきました、梅原ソル。さあ先ほどスパツ X の方で優勝しております、梅原の2冠がかかっております。さあ先ほどのスパツ X 優勝、昨日のカプコン VS SNK2 の優勝に続いて3度目の決勝と第2で進出。さあ2冠はなるのでしょうか、梅原ソル。さあ高速の中段を梅原が見れるかどうか、持ち上げ、ダッシュ投げ、これでバースト、パフレン燃えた、おっとちょっとコンボの位置がずれたか。初流、さあ突き落として
チャンス。さあ画面端、あーっと波がずれたか。さあどうする、手原スタッチピータイグ。さあ持ち波や回転してもいいぞ。さあ梅原のダッシュ、ダッシュを潰して、さあ勝利、ここで手出したところに勝利。さあ昇竜が噛み合わない、昇竜が噛み合わない。このバースト、おっとダッシュ下段、おっとあーっと梅原コントです。ガードして足払い読んでいた。さあ持ち波にはなんとあそこまで勢いづいてたパチと、そして梅原を破る2連勝でついに大勝。さあ残す大勝はこの男、有坂慎也のスレイヤー。さあキャラ的にはスレイヤーの一発があまりにも大きすぎるためスレイヤー有利と言われていますが、立ち回りでいったり持ち田がカバーできるか、この辺が鍵になります。さあ、こんなが気をつけているのは、アッサーことでコンボ持ってきて一気に体力3分の1。さあ、ここでぶっ放し一発でこの威力です。さあ、これが割に合わない理由の一つ。そして外野陣が満タンで、さあここでバースト、さあ1回連続バターを逃げます。さあ下段が入って、中段チッチルガード配信。さあダッシュ投げには行かせない、タイク。さあレッポンも2回目、さあ読み合いを、さあ上に行ったのを戻して下段。さあこの高速下段と高速中段のバーッと噛みついた、厳しい。さあ食べる有坂食べる、ミリアを食べる有坂によって追ってて、おっとコンボミス。さあ10割コンボを見せてしまった、これが攻撃マジック。しかし体力ここまで減らされてからでは、さあ持ち波ではどうする。さあ上に持ってきて読み合いを、おっと下段だ。さあ今度次は出番だぞ。さあガードキャズバーソン、バーソン持ち出が決めるか、有坂粘るか、出番有坂粘った、ダブルリーチ。さあ持ち場決めるか、さあ俺とお前とタイトルは後がない、足もないか、飲んでいた。ブラウンさん強すぎる、ブラウンさんの3打で勝者は鷲見チームです。